フェアチャイルド XNQ フェアチャイルド XNQ は1950年代にアメリカ空軍向けの標準諸島練習機として設計された練習機である。もし本機が T-31 として量産されていれば、米空軍で標準諸島練習機として使用される最初のアメリカ海軍向けの機種となるはずであった。 1947年以前において、米海軍は常に空軍機に多少の改造を加えた機体を使用していた。当時の初頭練習機の代替として、フェアチャイルド社で設計された、XN9-1 は、当時としては最高速の初頭練習機であった。モデル m 9には、可変ピッチプロペラ、フラップ、電気作動引き込み式降着装置、 全金属製外皮、ハフバリ方向だ、エルロン、昇降だを備えていた。視界を遮らない一体式累積型キャノピーにより、タンデムに座る教官と訓練生には、全周囲への視界が確保され、軽基盤の配置は、時速600マイルパーアワーのジェット戦闘機や、航続距離5000マイルの長距離哨戒機で見られるものに適合したものであった。 訓練生が認知しやすいように膠着装置の上げ下ろしレバーは小さな車輪の形状をしておりフラップレバーもフラップの抑形形状と似ていた。XN9-1 初等高等練習機はアメリカ海軍向けに開発され1946年10月7日にリチャード・ヘンソンの操縦で初飛行を行い2機の試作機が XN9-1 75,725、75,726 75, として飛行した。1947年に海軍に納入され、ロバート・ m ソウル中佐によるテスト飛行を受けた後に拒否された。テストでは排気ガスがコックピット内に漏れ出すことが判明した。試作初号機は最初は、 出力 320HP のライカミング R-680 から13を装着していたが、その後いく種類か異なるエンジンを搭載され、最後には出力 350HP のライカミンググッソ -580 を搭載した。この機体は1950年に墜落して失われた。より大きな水平尾翼を取り付けた試作2号機は、 ノースアメリカン AAT-6 の代替機として1949年にアメリカ空軍の評価を受け、1949年3月24日に初等練習機として選定された。パイロットにストール、スピン、ロール、急降下からの引き起こしといった基本軌道を教えるアクロバット機として設計され、モデル129、空軍名称 T-31 として、 フェアチャイルド社は100機を受注した。しかし、ビーチクラフト T-34 メンターの方が好まれたために1949年遅くにこの契約は破棄された。フェアチャイルド社は C-119 といった他の生産契約に集中するために本機の設計を進める計画を取りやめた。試作2号機は個人所有機となり、 2006年1月15日現在も民間機として登録されており、飛行可能な状態にある。ありがとうございます。